石田三成は、安土桃山時代の武将、大名、豊臣家家臣、助和山城主、豊臣政権の武行として活動し、五武行のうちの一人となる。豊臣秀吉の死後、徳川家康打倒のために決起して、毛利輝元ら諸大名と共に西軍を組織したが、関ヶ原の戦いにおいて敗れ、京都六条河原ので処刑された。石田三成で記事費と、 三成像 A63 年、石田正嗣の次男として、大見国坂田郡石田村で誕生した。幼名は佐吉。北面武士であった、下付の阿村の一族、もしくは、三浦一族である、相模国大従軍石田里の住人、石田溜久の末裔とされるほか、石田村は古くは、石田里ともいい、石田氏は合名を名字とした土豪であったとも、言われている。橋場秀吉が、 織田の長に仕えて、大見長浜城主となった、天正二年頃から、父、正継、兄、正澄と共に、秀吉に主官し、自身は、故障として仕える説もある。秀吉が信長の命令で中国攻めの、総司令官として、中国地方に赴いたとき、これに従軍した。天正十年六月、信長が、本老寺の変により応死し、 次の天下人として秀吉が地位を固めるにつれ、三成も秀吉の側近として次第に台頭してゆく。天正十一年、静ヶ岳の戦いでは、柴田勝家軍の動向を探る偵察行動を担当し、また先駆け衆として一番槍の巧妙を挙げた。天正十二年、小牧、長久手の戦いにも従軍。同年、大見国家盲軍の検知奉行を務めた。 石田三成の書状天正13年7月11日、秀吉の関白就任に伴い、十五位師た事部省有に除任される。同年末に、秀吉から、大見国水口4万国の城主に封じられたと、一般にはされているが、水口には、天正13年7月に、中村和氏が6万国で入っており、その後は、同18年に、増田中森、文六4年に、 長塚正江と引き継がれている。天正14年1月、当時名称として名高かった、島正教を、治行の半分を与えて召し抱えたと言われる。秀吉はこれに驚愕、賞賛し、左近に、三成への忠誠を促し、菊切門入りの羽織を与えた。同年、越後国の上杉影勝が秀吉に真珠を誓う、ために上落してきた時、これを圧戦した。 また、秀吉から堺武行に任じられる。三成は堺を完全に従属させ、平坦基地として整備する。秀吉は翌天正15年の九州平定に大軍を動員し、比較的短期間で終わらせるが、その勝因の一つは水軍を最大限に活用して、大軍を動員、輸送する能力があったことである。こうした、秀吉の遠征を支えたのが、 後方の兵糧、武具などの市長を担当した、三成ら有能な理僚たちであった。九州平定後、博多奉行を命じられ、軍艦の黒田義太からと共に、博多交わり、復興に従事した。また、天正十六年、取次として、薩摩国の島津義久の秀吉への越見を、圧戦した。天正十七年、美濃国を検知する。 天正18年の小田原征伐に参陣。秀吉から御法城氏の市場の建林市場、お市場攻撃を命じられる。お市城攻めでは、元荒川の水を城周囲に引き込む水攻めが行われ、その際の遺構が、石田堤として周囲に現存している。関東各地の御法城氏の市場は、ほとんどが本城である、小田原城よりも先に陥落したが、お市場では、 小田原会場後の7月初旬まで戦闘が続いた。なお、三成は、取り次ぎとして、日立国の佐竹義信が秀吉に越見するのを、圧戦し、欧州使用期後の欧州における検知奉行を務めるなど、着実に実績を重ね、理領としての功績は大きかった。天正19年4月、大三沢山に入場する。ただし、これは、 クラニュチの大官の資格で沢山城に入ったもので、城を預かる城代としての入城であった。当時の三成の所領は、美濃国内、安八郡神戸とその周辺にあったと推定されている。文禄元年からの文禄の役では都会し、増田長森や大谷義継と共に、ハンスンに駐留して、朝鮮出兵の総武行を務める。文禄二年。 平定館の戦いや幸い州山城の戦いに参加。その後、民軍の講和し社用し女一官を伴って、非前名古屋城に戻るなど、民との講和交渉に積極的役割を果たしている。しかし、秀吉と現地の連絡役という立場の行動は、豊家や中で福島正則、黒田長政ら武断派の反発を招いた。文六三年9月3日に、 母、随学院が死去、兄、正澄と信仰が扱った、藤原聖家や、大村祐のれらが追悼の監視や文を送り、三成も助は山城下に随学寺を建立している。また、この年に、島津市、佐竹市の両国を武行として検地する。文禄四年、秀吉の命により、秀吉の甥い、豊臣秀次を、謀反の剣技により休問する。秀次の死後、 その給料のうち大海七万国が三つ成の大漢地になる。また、同年に機内と東国を結ぶ要衝として、軍事的にも政治的にも重要な拠点である、大海沢山19万4千国の所領を秀吉から与えられ、正式に、助は山城主となった。慶長元年、沢山領内に13箇条を置き手書き、9箇条、置き手書を出す。民の講和施設を接待。 同年、京都奉行に任じられ、秀吉の命令で、キリシタン弾圧を命じられている。ただし、三成はこの時に捕らえるキリシタンの数を極力減らしたり、秀吉の怒りをなだめて、神徒たちが処刑されないように奔走したりするなどの定義を見せたという。慶長2年、慶長の役が始まると国内で、広報支援に活躍した。その一方で、この年に起きた、 うる三条の戦いの際に在朝鮮の諸将によって戦線縮小が提案され、これに激怒した秀吉によって提案に参加した大名が、建籍や所要の一部没収などの処分を受ける事件が起きた。この際、現地から状況を報告した、軍滅家は、三成の遠跡である、福原長らであり、処分を受けた、黒田長政、八塚家政らは、この処分を秀吉に、 三成、長鷹が意見した結果と捉え、彼らと三成が対立関係となるきっかけとなった。慶長三年、秀吉は小早川秀明の領地であった筑後国、筑前国を三成に貸ししようとしたが、三成は辞退している。しかし、筑後国、筑前国の倉入地の大官に任命されて、馴島城を与えられた。慶長四年に予定されていた朝鮮における、 大規模構成では、福島正則や増田長森と共に出生軍の大将となることが決定していた。しかし、慶長3年8月に、秀吉が没したためこの計画は実現せず、代わって、戦争の終結と出生軍の帰国業務に尽力した。秀吉の死後、豊臣家の家督は、嫡男の豊臣秀頼が継ぐ。しかし、朝鮮半島よりの鉄平が進められる中、 政権内部には、三成らを中心とする文字派と、加藤清正、福島正則らを中心とする武断派が形成され、対立を深めていた。慶長3年8月、毛利照元と三成ら4部業は、ご退労の中に、自分たちと意見を異なるものが出た場合、秀頼のために協力して、これに当たることを改めて誓う基礎文を作成している。一方、 徳川家康は、同年10月から12月にかけて、京国工事、細川有才ら諸大名を訪問し、また水面下で、福島正則、黒田長政、八塚家政ら武断派諸公と婚姻関係を結ぼうとしていた。翌慶長4年諸島、家康による縁組計画が発覚する。これを文読4年8月に作られた大き手における、 大名間の私的婚姻の禁止条項に違反する行為であるとして、前田利家を中心とする諸大名から、家康断崖の動きが起こる。四大老後奉行による門赤氏が家康に送られる一方、家康も国元から兵を呼び寄せるなど対立は先鋭化するが、2月12日に家康が起承文を提出することなどにより一応の解決を見た。同年うるう3月3日に、 前田利家が病死すると、その直後に、加藤清正、福島正則、黒田長正、細川忠興、浅野義長、池田照正、加藤義明の七将が、三成の大阪屋敷を襲撃する事件が起きる。三成は後に、この事件の中心人物として、事件直前に、家康より、文庫国内に六万国を与えられていた、細川忠興の名を挙げている。 この後、七章と三成は、伏見町内外で睨み合う状況となるが、仲裁に乗り出した家康により和談が成立。三成は御奉行の座を退き、ブルー3月10日、沢山城に起動した。この事件の際、三成が敵である家康に助けを求め、単身で家康の向島の屋敷に入り難を逃れた、という逸話があるが、これらの転居となっている資料は、 明治期以降の日本戦士、関原役などで、江戸時代に成立した資料に、三成が家康屋敷に赴いたことを示すものはない。慶長4年11月には、家康暗殺計画への関与を疑われた、前田利長が、父、利家から引き継いでいた大老の地位を事実上を失い、浅野長政も、武行職を解かれ両国の開国に出居となる。 これによって5大老後奉行は4大老3奉行となり、以降、豊臣政権内部の主導権は家康が握る。笹尾さんの石田三成寺の後、石田三成の馬印と、旗印慶長5年6月16日、家康は、道の区国会津を領していた、上杉影勝を打つために、大阪を立つ。入れ替わるように、前田玄威、増田中森、 長塚正恵の三部行の上坂要請を受けた、毛利輝元が7月17日に到着。同時に三部行連署からなる家康の座上十三、過剰を書き連ねた弾劾上が諸大名に送られた。ここに、関ヶ原の戦いの対立構造が成立する。この西軍の結成に関して三成がどのような役割を果たしたのかについては、研究者によって評価が分かれる。 従来の説は単独で決起した三成が諸大名を引き込んだとするものであるが、挙兵に至るまでの三成の詳細な動向は一時資料では不明であり、また、三成を西軍結成の首謀者とする資料は、江戸時代成立の二次資料が多い点が指摘されている。また、家康が合図征伐に向かう際に、三成に対して沢山次郎を宿所として借りようとして拒絶されたとして、 これを挙兵と関連づける考えもあるが、単に家康に合津性抜を再興させるためのものであった可能性が高い。常山治無には三成が挙兵にあたって、大谷義継を味方に引き入れるためさは山に招いた時の逸話が載せられている。ただし、常山治無は名は7年成立の逸話州であり、史実である確証はない。また、上杉家の家労、 なおへ加熱倉と連携して事前に、挙兵の計画を練っていたとする説もあるが、これも江戸時代成立の逸話集などに登場する説であり、一時資料による裏付けはない。七月開日府、佐奈田正幸宛賛成書上には、三成からの使者を正幸の方から、確かな敬語をつけて、沼大図に合図へ送り届けてほしいと記されており、西軍決起後の七月開日の段階においても、 上杉家との確かな行進経路を持ち合わせていなかった点から、上杉側と三つ成の具体的な防御や提携はなかったとする考察もある。決起した西軍は7月18日、家康家臣、鳥居元忠の守る伏見城を包囲。8月1日に城は陥落する。8月に入って伊勢国に侵攻した西軍は、伊賀上野城、阿の津城、 松坂城などを落とすが、東軍の正常の動きを知って、身の方面へと転身。こうして、東在領軍は、関ヶ原で、相まみえることになる。通説では当初はやや西軍優勢で進み、黒田長政、細川忠興、加藤義明ら数倍の敵を一手に引き受けたと、されているが、小早川秀明、脇坂や筋らの裏切りによって西軍は、総崩れとなったとされている。 しかし、東西どちらの陣営に着くか迷った、秀明の陣に、家康が鉄砲を撃ち込んだため意を決した秀明が、西軍に襲いかかったとする権威は、江戸時代成立の二次資料に記されているものであり、合戦後すぐに作成された9月17日付の、石川康史通り、彦坂岩章による、連署書状には秀明が開戦直後に裏切ったと、記されている。 大徳寺三原院前の石田三成墓所、関日戦いに敗れた三成は、伊吹山の東にある、愛川山を越えて、春日村に逃れた。その後、春日村から、新墓峠を迂回して、姉川に出た三成は、極国を出て七回り峠から草の谷に入った。そして、小谷山の谷口から、麹川の上流に出、古橋に逃れた。しかし9月21日、 家康の命令を受けて、三成を捜索していた田中義政の追舞隊に捕獲された。一方、9月18日に、東軍の攻撃を受けて、三成の居城、沢山城は落城し、三成の父、正次をはじめとする石大地族の多くは討ち死にした。9月22日、大津城に護送されて、城の門前で生きさらしにされ、その後、家康と会見した。 9月27日、大阪に護送され、9月28日には、小西行長、安国寺家家らと共に、大阪、堺を在任として引き回された。9月29日、京都に護送され、奥平信政の監視下に置かれた。10月1日、家康の命により六条河原ので残首された。去年41、時勢は、千曲港や足間に灯すかがり火と共に消えゆく。 我が身なりけり。首は三条瓦原にさらされた後、生前信仰のあった、春国総園、拓安双方に引き取られ、京都大徳寺の三原院に葬られた。三成は秀吉直下の武行として様々な政策、実務に携わっている。三成自身の政治的影響力は主に各地に、赴いての県知や、秀吉と地方大名との間の外交交渉、大名内部で起きた。 諸問題への介入などを通じて、秀吉の国内統一戦が始まって、一向徐々に高まっていったものと考えられる。その影響力を伺わせる発言がいくつか残っている。五奉行に限らず、地方大名との様々な交渉を担当した、豊臣秀長、富田一白、宮部慶淳、小西行長、黒田吉からは、単に秀吉の意志を伝達するだけではなく、 相手の依頼に応じて便宜を図ることもあり、その結果、秀吉の当初の決定に修正が加えられることもあった。三成に関しては、もう年家、島津家が主な交渉相手であり、両家との交渉過程で築かれた関係が、後の関ヶ原の戦いにおける連携につながることとなる。ただし、政策の基本的部分は、秀吉の意思によって決定され、また実務は、 他の武行衆との連携、分担によって進められており、政権内部において、三成和人が突出した権力を持っていたわけではない。浅野長政は秀次事件で失脚するまで、東国諸大名に対して、三成を上回る大きな影響力を有し、朝廷や系周辺の寺社との交渉は主に、前田玄勇が務めていたように、三成の職権と影響力には限りがあった。また、 五部行による、連書所上の署名順位は一部の例外を除き、前田げに、朝野長政、増田長森、三成、長塚正家となっており、三成は五部行内の序列においては三番手もしくは四番手であった。秀吉の裁判年期になると、慶長三年八月五日の秀吉遺言書や、同時期に武行衆と家康及び他の大老との間で、交わされた、起承文の条項によって、 武行の政治的権限は五大ろ。中でも、家康の影響力を抑止する方向で強化されていく。これに対抗する家康と、現体制を保持しようとする武行衆との対立関係が、秀吉後ごの政治構想を招いたものと考えられる。縄文は定かではなく、大一大万大吉、または大吉大一大万が足軽たちに貸し出していた甲冑の銅や石だ。 三成画像の神下に描かれている。石田氏としては、供養門や岐阜門の使用がある。大一大万大吉門は、文字の配置や書体は不明であるが、鎌倉時代の武将、石田次郎ため久も使用しており、他には、ビンゴ山内須藤氏も使用している。JR 長浜駅前にある三根の茶の場面を表した、秀吉公と石田三成公出会いの像。三成は、 多くのエピソードを持つ武将であり、それが三成の人物像形成に大きな影響を与えている。ただし他の戦国武将同様それら逸話の多くは本人死後の江戸時代に記された書物にのみ載せられたものがほとんどであり、安易に歴史的事実として鵜呑みにはできない。特に出世のため他人を陥れる器の小さい野心家として描かれた逸話が多いが、三成が 江戸幕府の地政下において、幕府を築いた、新君家康と多くが数をされた、当軍諸大名に敵対した仇役という立場に、あった点は、注意を要する。近代に入ると、渡辺義介による、後本、石田三成の観光など、実証史学に基づいた、関心三成説の見直しを中心に正確な、三成像を探る研究が進められるようになった。 以下の逸話は明和7年成立の常山治団を出展とする。一般的に広まっている5階に三成は九州の姫であるヨド殿を崇拝していたというものがある。これは両者が大見出身ということからイメージされたものと推測されるが三成の石だけは大見の土豪であり、京国市に代々主観していた国人である。間接して、 浅サ氏にも使えていたこととなるが、基本的には、当時の浅サイ氏と京極氏は敵対関係にあったため、ヨドデは旧敵の娘とも言える。また、豊臣秀頼が豊臣秀吉の実子ではなく、三成がヨドデと密通して産ませた子であるという説がある。ヨドドの不要石の資料的根拠である、萩ギハンバズ録において、その風文があったのは、秀吉の死後で、かつ相手も、 王の春永と記載があること及びこの話の出典が、江戸中期以降ということ、秀頼は文禄2年8月3日生まれであり、前年の文禄元年6月から、朝鮮半島に赴いていたことから三成が秀頼の父親であるとは考えにくい。その一方で、白川徹は三成が秀吉の性質である、高台院と親密であり、逆に、 秀頼の母として政治に介入するヨドデンとその側近を嫌っていたとする、これまでの通説とは正反対の説を唱えている。その論拠として白川はことなどを挙げている。少なくとも3種類から4種類程度確認されているが、ここでは特に三成自身の頭蓋骨から復元した肖像画を取り上げる。関ヶ原の戦いから約304年を経た明治40年。 時事信奉者と実業家、朝吹英二の呼びかけで、東京帝国大学の渡辺洋介が三成の電気執筆のために、三原院にある三成のものとおぼしき墓を発掘した。この時発見されたのは、頭蓋骨や大腿骨、上腕骨など一体分の骨が揃っていた。京都帝国大学解剖学教室の足立、文太郎が遺骨を鑑定調査し、 損傷が激しい頭蓋骨を丹念に接合、復元し、遺骨の正確な記録、写真、計測表、投資図を作成し、鑑定文を執筆した。調査の結果は、やさ男の骨格、頭形は傷ち型、そっぱ、没年41歳相当で、この時頭蓋骨の石膏模型も作られた。なお、三成の遺骨は、当初の場所と位置を変えて、再び、 三原因に埋葬された。下って、昭和51年、末裔の一人である、石田隆之からの依頼を受け、東京科学警察研究所元主任議官、長安周一が、先の鑑定調査をもとに、石膏復願を行った。さらに、それをもとに、関西医科大学の石田哲郎の指導のもと、昭和55年3月、日本画家、前田美希夫の手によって、 石膏の複眼肖像画が制作された。この肖像画は4の制作され、現在、大阪城天守閣、長浜城歴史博物館、大徳寺三原院、石田家に所蔵されている。同時に、身長の推測も行い、156センチメートルと試算された。小柄であるとされていた石田三つまりであるが、当時の男子の平均身長は160センチメートル程度であり、 骨格から考えると取り立てて小柄であったとは言いにくい。前田敏家の死後、加藤清正、福島正則らが三成を襲撃するという事件が起こり、家康の仲裁によって三成は、武行を実施沢山城に披居することになった。三成が沢山城へのご創薬を務めた結城秀康に、無名、正宗を送ると、秀康はこれを喜び、 石田正宗と名付けて修正大切にしたという。この正宗は三成が秀吉から配慮したものと言われるが、江戸時代の教法記に出版された書物、刀剣名物帳では、毛利若狭守が所持していたものを浮田秀家が買い取り、三成に送ったと記されている。現在は東京国立博物館が所蔵。関ヶ原の戦いで、 田中義正配下の田中義忠と沢田昌左衛門のに、捕獲された時は、無名の内刀と担当を指していた。捕らえられる直前、三成は名誉ある死である切腹を、田中伝左衛門に願ったが、伝左衛門はそれを無視して捕獲。三成は、死の道に背くと生き通って、伝左衛門を呪っている。内刀の方は、徳川家に没収された後、家康からの恩賞として、 吉政を介して、捕獲の実行者である伝座門の手に渡り、後に佐野の露の語を与えられた。一方、三成は吉政不死には非常に手厚く扱われ、その例として自ら愛用する担当の方を贈呈した。この時に送ったのは、名物、雪人貞宗だという伝説が有名だが、関西重修書家府によると、実際は手書き金長の担当で、 吉政本人ではなく、長男の田中義次に手渡したらしい。三男三女もしくは二男五女がいたとされる。三成本人は、家康の命により、死罪となったものの、子孫には、比較的寛容であったことは、特徴的である。上記の三男三女は、すべて性質の高質貴院の、諸生だが、この他に側室との間に数人の諸子がいたとの、伝承がその子孫に伝わっている。 いずれも、史実としての確認はできない。写真家、石田隆之の家には、三成の次男と言われる、八郎の子孫という伝承がある。石田三成の末裔として育ったを書いた、渋谷里恵子の家には、三成の伐死の姫が、大阪の神後、乳母に抱かれて、越後高台を血延びたのが祖先だとの区伝が残っている。上記のように、 江戸時代以降の三成に対する評価は様々であるが、滋賀県では三成の治療地があったことを中心に観光客誘致や地域おこしのため検証対象になっている。ありがとうございます。